当時一塁津川二塁小林三塁石田おいらお前ら全員ポイントのシャンプだポイントのシャンプが聞いてんだお前ら頭悪いんかお前らおいあれのどこがアウトやねんな。まあ、熊谷班ちゃんと盗塁してスライディングして、ほんで勝負京田班完全に足ベースで隠して、お熊谷班の足スライディングしてる右足入らないようにブロックしなよな。おあんなんがまかり通るんかな。あんなんがまかり通るとお前プロ野球終わりや。中国よりもレベル低くなるわ。おあんなんがアウトでええんですか。白井派なんとか言うてくださいよ白井派なあ。おかしいでしょあんなんは。あんなんがアウトですか。なああんなだって京田班が足なあれ隠してなかったら余裕でセーフやで。あタッチできてないもん京田班。京田班のタッチは熊谷班がな京田班の足にこうついてから何秒かしてからタッチやったから、あれ足なかったら絶対セーフやから。おほんでな審判説明もおかしいね。してきた三塁塁審が言った言葉、セカンドベースのところで、走者と野手が接触していますが妨害とはいたしません、よってアウトと判定します。妨害ったけろい、妨害ったけろいなあどこが妨害じゃない、逆に説明してみいやな。どこがな、京田班がな、まあ、故意にな、妨害したとは言わへんで。ただ、妨害って、その、故意に妨害したとか、故意って関係ないやろ。わざととか、偶然とか関係なくて、妨害って、その、邪魔したらアウトやん。邪魔してますやん。何が違う、マジで。まあまあな、言うてもな、あの熊谷班のところが成功したとしても、ランナー二塁で、糸原班ファーボールで、ランナー一塁二塁。で、木南班レフトフライ。まあ、試合終了してるわけですわ。まあ、言うてもな、横浜ファンがな、今なんかツイッターでなんか言うとるけど、確かにな、勝ち負けには関係ないかもしれへん。それ言ってしまうとな、言ってしまうと負けたら勝ち負けには関係ないかもしれへん。ただ、お前ら横浜ファン、おい帰れ来ないやろ、帰れ来ないやろ、あいつ。お前らこんな勝ち方で嬉しいんかな。そこは優勝していきませんわ、98年以来も。98年前以来な、そんなん優勝できへんわ。こんな勝ち方で喜んでるようでは。まだ前回もそうやったけど、ハマスタ3連戦、3連覇一緒にもなかわらず、な、子供の祭り、子供の日だからなんか知らんけど、花火な、打ち上げて、そんなぬるま湯やってる、ぬるま湯使ってる球団にはな、優勝なんか、まあ、早い。そら前半戦で失速しますわ。そこは無理やって。交流戦優勝がな、ピークやったな。ほんでまず話戻すけど、帰れコールないやろ。お前らはな、同じプロ野球ファンとして恥ずかしないんかな。ドンマイの一言ぐらいあってもええやろな。まあ、球場にな、ゴミ、投げ入れてたかもしれんけど、もうそんなん関係ないわって、本拠地ハマスタですから。先週取り返して半本拠地ハマスタ。だからさ、横浜スタジアムは、これ阪神タイガースのものですから。さ、横浜ファンもね、7月までは、主催やったけど、今日からね、阪神タイガースのものになってますから、どうこうで言わんといてほしいですね。まあもうね、まあ投げ込み、まあ、ヘバンポイブってね、もう投げ込む悪いでしょって。まあそこを認めようとしても、別にハマスタ汚したいから投げれてるわけじゃなくて、審判団への抗議でしょ。そこでしょ。審判団への抗議としても、もう投げ込んでるわけですから、全然悪くない思いますよ。これ別にこれな、こういう動画撮ってるから言ってるだけじゃなくて、ほんまに人間として、マジで1ミリも間違ったことしないと思いますよ、阪神ファンの皆さん。テストスタンドも。それはメガホン投げ込むて、あんな判定見せられて、なあ、岡田班な、めっちゃ抗議して、それでも、審判団引き下がらずに、逆になんかな、岡田監督になんかな、これ以上長引いたら退場ですよ、みたいな、そういう雰囲気出して最後な、強制的に帰らせたやろ。あんな、あかんやろ。そらファンも納得いかへんし、それは勝利のヒーローインタビューの時にロックコーラスも歌うってそら、邪魔をしたいとかこういうんじゃないね。抗議をしたいね、俺たちは。俺たちは抗議をしたいだけやねん。別に邪魔したいなんて思ってないやん。そこを、なんで横浜はわからへんのって話。なんでやん。なんで分からへんの、アホな、ほんま。同じプロ野球ファンとして、どうして分からへんから。それな、勝利のヒーローインタビューな、聞きたいって。分かるけど、公式だからやん、そんな。公式で聞いたらええやん。一緒やから別に。現場で聞こうと、家帰ってな、チャンネルで YouTube で見るのと、一緒やから。な。なんかサヨナラ勝ちしたとかやったら分かるよ。サヨナラ勝ちしたとかやったらな、それは生で聞きたいよけど。一緒やから、基本的には。家帰ってみ。ほんでな、この判定に関わった審判団、まあ、三塁塁審がな、なんか説明してたけど、
まれだってしたんでも二塁塁審やろ。お前らもう全員な、このシーズンクビや。うん。今シーズン無期限停止。もう、わかったか？ほんまに。あんなもう、走塁妨害として扱えないような審判は、この日本の、プロ野球の中にいてはいけないね。うん。おっちゃんならん。どう見ても、100% 妨害やもんって、あんなんは。あんなんが許されるのであれば、誰でも入れますよ、ベース。隠しますよ、そりゃ。うん。ほんまにね、WBC でな、ほんま世界一になって、な、日本の野球は世界一ってなったわけやんか。その世界一の野球のレベルが疑われるわ、ほんまに。な、ほんま、ほな、ほんま、お前ら。ほんま、マジで。これがな、全く逆の立場やったとして、おう。阪神ファン多分同じことしてないで。帰れコールはないわな。お、まあ、ブーイングぐらいはするかもしれへんよ。勝利のヒーローインタビュー。ヒーローインタビューな、邪魔されたらブーイングぐらいはすると思うけど、帰れコールはないわな。お前らが帰れって話やから。ほんまにな、そこんとこな、よーく考えて。よく考えて行動せなあかんだよ、ほんまに。いや、ほんまな、あの、帰れコールっていうツイッター見た瞬間な、ほんまにシッエタファンって思ったもん。ほんまに思ったもん。なんでなんて。なんで帰れコールしてんの、こいつらって。お前ら、お前、チャンスない時に応援から、チャンテばっか歌いやがって、ほんま。なあ、それ楽しいんかって話やろ、ほんま。チャンスの時に歌えよ。何個もちゃんとやるからな、何個歌ってもな、飽きてんねんかもしれへんけど。おう、ランナー一塁とかで平気で歌うよね。下手したらランナーおらん時でもな、なんか、おう、やろー、やろー、やろー、よくへーってやったりするやろ。なあ、アホすぎやろ、ほんまに。まあ、おうが許すけど。普通のちゃんてはあかんやろ、ランナーおらん時。まあ、ということでな、ほんまに審判団の皆様、ほんまに公平なジャッジを頼みますよ。意味がわからへんやなって。まあまあ、公平なジャッジというかな、納得できる説明をしてもらっていいですか。ほら、お前、岡田藩も怒りますって。あんな怒ってる岡田藩、マジで2005年のな、バンテリン、名古屋ドーム以来やろ。むちゃくちゃしたりの、全員帰れ引き上げた。あれ以来やで、ほんまに。まあ、ということでな、もう、ぐたぐた言うててもしゃあないから、まあ、広島負けたみたいやしな、読売さんありがとうございます。まあ、優勝マジックな、無事一つ減ったから、まあ、それで、まあまあまあ、ええわ。まあ、明日な、しっかり勝って、本拠地ハマスタで、な、勝ち越し決められるように、な、頑張ろうな。よろしゅう。